Hello, I'm here with Dr. Miho Taka from the Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University. Konnichiwa, Dr. Taka. We're here talking about Hiroshima Day. Can you tell us what is Hiroshima Day? Hiroshima Day は、毎年8月3日にコベントリーのロードメイヤーの平和と和解委員会が、コベントリー大聖堂で行っているデイサービスです。で、デイサービスの間には、音楽や詩を読んだり、それからキャンドルサービス、そして折り鶴を折って、広島と長崎で起きた原爆の被害者の方たちのことをお祈りするとともに、また今後の平和への誓いを新たにするという、目的があります。Thank you, Dr. Taka. And why for you, is it important to remember Hiroshima Day? 日本人にとって、その広島原爆、広島に落とされた原爆、それから長崎で落とされた原爆のこと、または終戦記念日というのは忘れることがない、イベントで、いろいろな行事があると思いますが、その中で、もう絶対に起こしませんという、誓いを新たにするだけではなくて、どうして暴力や戦争が起きてしまうのかということをもう一度考え直して、一人一人が何をできるかっていうのを考えることがとても大事だと思います。 Thank you, Dr. Taka. And finally, why do you think it's important for people in the city of Coventry to remember Hiroshima Day?コベントリーは、平和と和解の町ですので、もちろん多くの、人々が広島のこと、長崎のことを願ってくださっていると思います。私も広島デーを通して、これまで何年にもわたってその広島デーが開催されて、たくさんの人が祈ってくださっている いるということ、そして、広島と、コベントリーの、市民レベルでの友情がこんなに長く続いていることはとっても、特別なことだと思います。Thank you, Dr. Taka, for talking to us today. Thank you.